今週マリンです。みんなに真似されてるのに自分で忘れてしまいました。ありがとう、かわいい、ありがとう、ありがとう、ありがとう、3期生のみんなありがとう。はい、はあ、というわけで、はい、よし、じゃあちょっとね、リスナーさんのちょっと拾おうかな。胸に腰を、違う間違えた、腰に手を当てて胸を張ってる、こう、ちょっとわかんない、こうかな、ん違うかな。バク転失敗した本性マリのポーズ、あれはね、難しいよ。あれはバク転失敗した本性マリはね、あれ紐でね、まずぶら下がってる状態で、要するになんていうんだっけ、マリオネット状態はマリオネットだね。もうちょっと待って、難しいな。なんか、ああ、いやー、見ないで。もうすいません、ここだね。なんかこんな感じでしたね。プラーみたいな、なんか進撃の巨人でさ、エレンがさ、初めてなんだっけ、装置使った時にプラーンってなってた時みたいな感じ。あ、せんちゃんな、ちょっと疲れた、よっこいしょ。さあ、コメント見るか。さあ、どんなポーズが見たいですか。昭和兄貴のポーズ、ちょっと待って、どうやったっけ、サムソンと、ちょ、こんな感じ。じゃ、せんちゃん、マッスルポーズ詳しくないんだよね、あんまり。こういうのとか、あんまりわかんないね、これ。いやいやいや、皆さん、ね、この後、サムネイルにもあった、重大発表が、疲れてるけどさ、ちょっと、重大発表があるの、ご存知ですか、皆さん、この後、ね、なんだと思う？ちょっとね、この日のためにね、ジョジョ立ち？ちょっと待って、じゃあ、ナランチャが、エアロスミスしまうシーンね。ブーン！わかる？伝わりづらい。エアロスミス、ブーン！おら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 、え、なんかあるかな、ジョジョ立ちって難しい、あれ、柔軟性が…だ、とわれ、あ、ん？君、ナイスバート、なんだこの虚無顔。あれ、なんでいきなり出てきたのかな。さあ、なんで出てきたと思う。この後ね、一味のこれね、これまでにね、こっちにも、どっちだ、こっちか、こっちにも、ほら、これまでね、今までここまででスーパーチャットを投げてくれた一味の方なんです。